直感では乾燥、絶対乾燥だよ。快晴、いやいや、あ、え、冬晴れか乾燥、え、乾燥かな。あ、じゃあ、え、乾燥ですね。私もですね、今こうやって喋ってるんですけども、とっても乾燥してるんですよ。さっきからかなり乾燥が気になっているんですけども、じゃあ体感的にも乾燥なので乾燥にしますか。結構、冬晴れはないんだ、冬晴れは入らないと思うって。だから青空か乾燥で、今の私の体感が乾燥なので、じゃあ乾燥にしますか。いいですか、絶対乾燥だよ。よし、行こう。第9位は乾燥です。へっ、もうこの惜しくもない、全然外れてるっていうなんかもしかしてセンスないですか初日も2日目も全然想像してなかった答えが入ってるんですけど、全くダメねってがっくし、どうしよう、全然惜しくもなくて、難しいのかな、これは難しい、あ、かなり難しいってスタッフさんからもいただきました。いや、もうなんかあれかな、楽しまれてるのかな難しくしてやろうって。寒いか、でもそうですよね。っていうかさっきも冬日と真冬日を見たし、私も散々体感と気温見ながら寒いって言ってた。そうじゃん、今度からは構成も考えてそうしましょうか。それでは改めてキーワードの方見ていきましょう。あちゃー、なるほど、ちょっと難しかったですね。かなり難しかったと思うんですけどもさあ、はい、午前中はね、このようなキーワードがたくさん使われてリポートを皆さんに送っていただいたんですけども、ありがとうございます。この後のお天気もですね、予報センターの方に伺っていきましょう。今日は予報センターから山口さんです、よろしくお願いします。今日のキーワードランキングは難しかったですかね、はい、そうですね、個人的にはなんですけど、はい、あれ、まあ、感想ってあんま気にならない人なんで、あそう、リポートで自分が送るときに感想という文字を入れたことは多分ないんです。確かにリポートを写真でコメントするときに感想は言わないですね。私はね、私も多分言わないと思います。結構ね、あの使われる、送ってくださる方もいらっしゃるので、うんうん、まあ、まちまちなんですけど、うんうん、もう私は個人的には感想はねえなというところでこうやって見てたんですけど聞きましたか、感想はねえなだしって違う違う、あ、違う違うって、あ、ちらっと見ればよかった、こっちが違ったかだそうです。そっか、え、じゃあもう答えも分かってましたか、寒いから、寒いとは思わなかった冬晴れだって思ってました。あ、冬晴れ、確かに冬晴れも気になりますよね。寒いか、体感か、なるほど、今日は感想が入りづらいということで、キーワードランキングに乗るほどではないということかな、ま、そうですね、乾いてはいるんですよ、乾いてはいるんですけど、個人的にはね一切気にしないんで。わかりました、じゃあこれからはそう頭に入れておきますということで今日の天気の方見ていきましょう。はい、そうですね、現在ですね、あの冬型気圧配置もだいぶ緩んできておりまして、はい、雨雪の範囲縮小傾向なんですけれども一部ね、太平洋側の方でも降っておりました、現状をご覧いただきましょう。